見せねば、やろうかやる前か、金銭的な問題、編集する時間とかも含めてめちゃくちゃ考えたんですけども、やっぱりね、鬼滅で人生を少し変えられた男として聞かずにスルーすることありえないという判断になりまして、今回聞かせていただきたいと思います。1回680円なんで3400円を投資します。間違ってもクリアファイル2個3個ゲットすんなよ俺、頼むぞ。そこだけは、そこだけは何度でも指示してくれ。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーし、さあ、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。本日はですね、鬼滅の刃一番口折れぬ心と刃で進めというわけで、早速ラインナップ見ていきたいと思います。注目している2つ、ニーショーつゆりかなおフィギュア、はい、こちらこんなね格好してるフィギュア、監督なんですけども、鬼滅の刃の全身フィギュアはね、前回の黎明に刃を持っての煉獄杏寿郎とかまど炭治郎、この2体しか持っておりません。すいません、嘘をつきました。つゆりかなおのチョコのせとねずこのチョコのせです。ちなみにこのねずこ300円でゲットできました。そしてですね、下に下がっていきますと、はい、こちらキュンキャララワーコースター全15種類。監督なんですけども、こういったそのアニメグッズを買う際に2つのポイントで手に入れてます。まずは飾れるところ、常にねフィギュアケースとかに置いてこうやって見れる状態にするところ、あとは実用的なところ。例えばですね、前回の黎明に刃を持ってはこちらクリアボトルなんですけども、冷蔵庫に保存して飲むときにこうごくごく飲む、かなりこちら使っております。というわけで、実用的なラバーコースターと存在感があるフィギュア、この2点を狙っていきたいと思います。まあその他にも今回は炭治郎復刻版と義勇さんと忍さんいます。そしてなんとですね、チョコノッコぬいぐるみというものが禰豆子善逸監督の推しの伊之助、これもねゲットしていきたいなと思いますね。今回で言うと、まあハズレになるのかな、チョコノッコチャーム、なんでチャームつけたなんていうね。そうそう、監督やっとチョコノッコゲットできました。鬼滅の刃ではないのですが、5等分の花嫁の本当にちょこっと乗せて、この質感とかがね、まあまあいいんですよ。これ飾りやすいところがねめちゃくちゃいいです。まああと相性のクリアファイル、クリアファイルに680円は高いでしょう。ここは何としても避けたい。間違っても3つ4つクリアファイル出したらもうアウト。前回のですね監督動画もですね、こちら3部作となっております。全10店舗のローソンに行きまして、それぞれ1回だけね引いてで当てたかったんですけども、まあそれをね、まあ、今回は1店舗の最大で1人が引ける数の5回をですねそこで使います。こちら発売日は9月25日土曜日、もう本日ですね、今もう深夜の1時になっておりまして、もう早く寝てね、明日早く起きたいんですけども、まあ7時半ぐらいにねちょっと行って5回引いていきたいと思います。でちなみにその後にすぐに仕事があるので、寝坊はアウトです。寝坊しないように時間配分も気をつけながらやっていきたいと思います。とりあえず間違ってもクリアファイル2個3個ゲットすんなよ俺、頼むぞ。そこだけは何としても指示してくれ。よし、カナオ大使のフィギュアをゲットして帰ってまいりたいと思います。ではおやすみなさい。説明しよう。前回は1店舗1回なので数を数える必要がなかったが、今回は5回ということで、事前に他の YouTuber さんの動画で予習、枚数チェックを待っていた監督であった。あ、大丈夫です。間違ってもクリアファイル2個3個ゲットすんなよ俺、頼むぞ。そこだけは。はい、というわけでクリアファイルが3つとラバーコースターが2つというですね、まあこれはいいにしろ爆死ですね。ありがとうございます。クリアファイルちょっと紹介していきたいと思います。2枚セットなんですよね。まず1つ目がこちらですね。はい、はい、劇場版のやつですね。これは嬉しいね。柱9人、本当はねもう1個ね、これが欲しかったんですけども、なかったです。禰豆子
最近ねずこ上がってんですよね、監督の中で。裏はこんな感じです。これはデザイン的にちょっと可愛いんですが、そんなね濃い柄じゃないので、よーく見たらねずこ。でラストは同じくさっきのねずこと同じバージョンの炭治郎と、監督のですね推しであるルイ、ルイの過去エピソードがねすごい好きなんですよね。というわけで爆死ですね。いやまさか3枚取っちゃうと思いませんでした。ちなみに今回のですね一番くじなんですが、 YouTuber には当たりと思われるクローズドパッケージはですねこの J 賞のみなんですよね。あとはもうですね商品を選べるタイプで、というわけでこちらの2点開けていきたいと思います。基本的に外れはないですね。今回は鬼はいないので、まあ赤座はいるけども、まあ赤座はありでしょう。炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助、花尾大志、義勇さん、忍さん、煉獄兄貴、やばい名前忘れた、今度始まるのに、名前なんだっけ、やべ、トキトーくん、みつりちゃん、やべ、最近鬼滅の刃見てないから、おばない、サネミ、行明さん、赤座、あれなんだっけ名前、天元さん、天元さん、はい。というわけでですね、今回爆死なんですけども、まあ、ここでね、対応してある、伊之助と、金尾大使、あとは、ま、煉獄兄貴、OK でしょう。まあ、あとこのラバーコースターね、大きさどれくらいなのかなっていうところがちょっと気になるところですね。はい。1個目開けていきたいと思います。でん。でんでん、はい、いきます。3、2、1、はいよ、おばない、いいよ、でかい、結構でかい、出ました。はい、あーなるほど、ちょっと盛り上がってる感じですね。あ、ちなみに今これ ZVE10 を使ってるんですけども、顔からのピントフォーカスがめちゃくちゃ早いと思います。顔からのピントフォーカス、商品レビューモードで撮っております。どうでしょうか。監督が持っているこちらなんです、グラスのサイズ、はい、に、まあ結構サイズ感は合うので小さすぎなくてよかったです。前回のこちらもおおぴったり。もう一個上げていきたいと思います。まあね、おばない出たらみつりちゃん出したいと思います。ではいきましょう。映画の呼吸無欲、いきましょう。3で、これ開けてるやつだ、カラカラなやつだ、出していきます。でん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 、おー、天元さん、いいよ。次の鬼滅の刃で超メインでスポットが当たる。ありがとうございます。いいね。いいよ。はい。ちょっと無駄にやっちゃうね。はい。はい。というわけで、天元。いやー、楽しみだなー。もう、公開いつ？なかなか今のね、劇場まではそこまでスポットが当たらない2人が出てくれました。熱いんですよね。まあちょっと語ったら長くなんで語れませんけども、はい、というわけでですね、鬼滅の刃、タイトルが、タイトルが折れぬ心、折れぬ心と折れぬ心走れ、もうですね、まあ、最終的に出なかったんですけども、ペイペイフィーバーかな、8000円ぐらいでですね煉獄さんと炭治郎をゲットしたんですけども、今回はねちょっと迷うな。まあ見て、これ見て、フィギュアとキューポスの組み合わせがね、今最近めちゃくちゃ今監督来てるんですよ。動きがある義勇さん欲しいな。義勇さんのキューポスも確かあったんで。義勇さん今いくら、義勇フィギュア4500円、煉獄さんよりかは安いけど、あ、3750円ある。3000円かー。とあと金尾大使は4299円、まあ4000円ちょいだね。いやーでも今の4000円はでかいよ。優先的にまあエフェクトがある技術さんを一回入れたいなと思います。というわけで今回もですね、フィギュア地引きならず、難しいのがやっぱり5回かタイムリープして、次回のですね鬼滅の刃10月にもですね、なんと一番くじあるという情報を聞きましたので、もし開催されるのであればやっていきたいなと思います。そしてあと監督大好きな広岡、これも絶対にやっていきたいと思います。というわけで一番くじ動画もですね、こういった形で何度か今後もやっていきたいと思いますので、興味がある方はチャンネル登録をして次の更新お楽しみください。もうじっくりやっていきたいと思いますのでご期待ください。というわけでまた次の動画で会いましょう。出ます。はい、では行きましょう。はい、こちらに、まあ、でもちょうどにグラス、はい、いいね、いいよ。はい、ちょっと無駄にやっちゃうね。はい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 、というわけで天元、天元さん